久保さん。結局、やらない人はやらないですよね。うん。あの、今ね、AI ツールとかね、すごいのが出てきたんですよ。これはすごいの出てきたな、と思ったんですけど。でもまあ、やらない人はやらない。使わない人は使わないですよね。うん。知ってるけど、使わない。使ってみない。知ってるけど、そこに質問すらしないっていうね <laughs>。だから、知っている、うーん、ある。デバイスがある。 例えば iPhone もそうですよね。めちゃめちゃ iPhone ってカメラ機能めっちゃ向上してるじゃないですか。昔に比べると。でも、それを、まあ、YouTube にこう動画を投稿,あ投稿するために使う人少ないですよね。だから結局、あっても、目の前にあっても、使う人と使わない人がいるってことですよね。うん。だから、お金持ちの家に生まれようが、貧乏の家に生まれようが、まあ、結果的に、まあ、あんま変わんないっていうね。 あんまり影響ないっていうね。うん。だからまあ、これは何を、何がそうさせるんでしょうね。うん。でも多くの人は、これが、これさえあれば、これがあればできる。これがないからできないみたいなね、思ってるんですけど、そうじゃないんじゃないかなと思うんですけどね。いってらっしゃい。